ライチもよろそー。はい、今日はですね、ちょっとカフェライチ、お店からのお知らせになります。まあちょっとね、いいお知らせではないんですけども、2006年3月からこのカフェライチ、お店をやってきたんですけども、年内で閉店します。そういうお知らせです。はい。17年9ヶ月ほどになりますけども、そういう判断をさせていただきます。私自身、これから先10年後とかを見据えた場合に、まあ、この場所でいいのかとか、設備のこととかも、これからね、どんどん切り替えないとダメなタイミングも来ますし、周りの地域の人口とかもすごく減っております。そして自分の体力も落ちているし、まあ何よりもね、もう飲食自体のトレンドがちょっと変わってきているっていうのも大きな要因ですね。やっぱ長い店ほど古くなるんですよ。で、新しいことをね、試行錯誤してやっては来たんですけども、私の方は一旦リセット、撤退をして、そこからね、次につながることを考えたいなと思ってます。離れることによって得るものもあると思いますし、一旦ね、リセットという形を取らせてもらいたいと思います。引き続き、YouTube のライチジムは続けたいと思ってますし、SNS の方も続けたいと思ってますんで、そういった交流とかは引き続きできると思いますんで、そちらの方で貯めたらなと思います。どうなってるかわかんないけども、企画とかもできたらいいと思いますし、またビーズと共に歩きたい気持ちはありますんで、そこではね、絡んでいきたいと思います。いやー、いろいろね、思い出がいっぱいあるんですけどね。本当17年もやっていると、もう全然、うちは最初からビーズのカラーのお店ではなくて、好きな気持ちはまあビーズはずっとあったんですけども、本当ね、最初の何も知らずにこの街にやってきてね、本当右も左も分からずやってきたこの街なんですけども、まず街の人からこう愛されるように頑張ってきましたし、いろんなことを変えてね、喜んでもらうためのことを精一杯やったつもりです。はい。だから全然悔いもなくね、次のステップのための判断っていうことで自分は捉えてるんで、でね、心が折れるとかそんなんも、もう心はね、心なんていうの折れました。はい。それからもう全然、そこの部分は全然大丈夫で、次につながるためのことをね、じっくりと考えたいということでの決断ですんで、ただね、ちょっとこのことを皆さんには全然報告していなかったんで、一部ね、何人かだけちょっとちらっと言っちゃったんですけども、ちょっとね、ショックが皆さん大きいんで、ほんとね、なんか言いにくい。このお知らせでもちょっとショック受けられる方もいらっしゃるかもしれませんし、思い出がたくさん詰まってる方も多いと思うんですよね。いろんなことやりましたから、本当思い出も詰まってる方多いと思いますんでね、よく思い出として残してほしいなというふうに思います。自分でやりたいことは結構ここでできたんでね、全然悔いはないんですね。ビーズの曲にはね、すごく励まされましてね、やっぱ道というのが今テーマになってますね。それぞれの前にそれぞれの道しかないんだと思ってます。行き止まりさえもひっくるめ、これこそ愛すべき我が道になるようにね、歩いてきたこの道に最後に花が咲くように行ける人生を迎えたいなと思います。まあ、楽しくいたいなと思いますね。今までも楽しかったんで、もっとね、楽しいことが待ち受けてるかなということで、期待を込めてね、進んでいきたいと思います。前向きにね。はい。ということで皆さんもね、ショック受けないでください。残りちょっとありますんで、まあ時間がね、もう年末なんで忙しいと思いますけども、来れる方はまたご予約いただきまして、来ていただきたいなと思いますし、っていう感じです。また YouTube の全然あげますんでね、引き続きよろしくお願いします。で、今日はそんなお知らせでした。では、せーの、お疲れー。また会いましょう。バイバイ。